はい、速稼塾の久保です。ミスターまゆみさん、そして動画をご覧の皆様、今日はですね、習慣をつける工夫ということでお届けしたいと思います。前回ミスターまゆみさんがですね、継続できる人と継続できない人がいるよというお話をする中で、継続するための仕組みとか工夫ってのを作っていったらどうなのかなということをお話しされていましたね。私ももうその通りだと思うんですよ。意識して継続できる方はいいんですけども、ついついね、継続を怠ってしまう方とか、いつの間にかやらなくなってしまう方っているんですよ。そこで今日はコツです。それはですね、今すでに習慣になっているものがあると思うんですよ。それをまず見つけてください。そして、その習慣に、すでに習慣になっているものの前に、これから継続したい、習慣化したいってものをやるんですよ。そうするとですね、続いていくんですよね。もしくは、今もうすでに習慣化しているものの後に新しく習慣化したいものをやるというふうな形でね、すでに習慣化しているものの前後にやるようにすると継続する工夫っていうのが完成すると私は思っております。私はね、この方法を用いているわけではないんですけども、私の場合はですね、まあ毎朝6時半ぐらいに相場解説の動画を今撮るようになってるんですけども、起きたと同時に動画を何本か撮るっていうのはもうかなりね、習慣化されてるわけですよね。当然ですけども、この習慣化の動画を撮るというものの前後には人から届いたメールとかね、多くの方から届いた動画のメッセージを見るという動作も入ってるんですよ。そうするとどうでしょうか。見る、要するにインプット、アウトプット、これがね、セットになってるわけなんですよね、いつの間にかね。そしてメールチェックをしていくと、いろんなニュースがそのメールの中から飛び込んできます。私はメールマガジンを毎日1500通ぐらい撮ってるんですけども、まず注目の見出しとかがあるわけですね。それに飛び込んでいって、私はまあネットの記事なり人の総評とかを見るわけですよ。その人の総評に対する総評っていうものが私のね、動画になっていくわけなんですよね。こういうふうにインプットとアウトプットが同時に起きるのはなぜかっていうと、私はインプットと同時にアウトプットをすることを習慣にしているからなんですよね。皆さんもこういうふうな形でね、すでに習慣化しているものの前後に新しく習慣付けしたいものとか継続したいものを組み合わせていくのはいかがかなと思います。それではね、またミスターマヨさんメッセージいただければと思います。失礼します。